ックシャルダオラを。ワンパンしたい。ああ、心配いらないよ。腕の良い脳外科紹介するから。頭の病気じゃないんですよ。実は前のラージェンワンパン動画を見返してたら、いろいろ改善点が見つかってね。そこを直していたら、ある考えにたどり着いてしまったわけですよ。シンドリュウエンザンは、まだ参る、じゃないか。って、ただ、もう一人だけの力では不可能な体力まで来ちゃってるから、今回ハンターに任意助っ人をお願いしましたよ。お願いとか言ってるけど、ラオシャンロン撃退寸前で無理やり連れてこられた。霊夢です、はじめまして。霊夢と、あれ、あともう一人は？いやいや、冗談きついっすよパイセン、もうわかるでしょ？貴様も協力するんだよ。人に物を頼むときは何て言うんだっけ？協力してくださいお願いします。さて、長話もあれなので、早速挑んでいきましょうか。そして今回の装備が、こちらです。注目してほしいのはこの武器、人剣双面です。この武器は前回の風化大剣より攻撃力が10高く、タスに必要なアチラとは違い、切れ味レベルタス1で白ゲージが出現します。なのでその分切り札、北風を盛ることができたんです。ただ、痛恨会心が出る確率が前回よりも少ないんですよね。つまり、あれか、リタイア地獄か。うん、ただ前回と火力は比べ物にならないんだ。痛恨会心が発動した瞬間に、固有といえどワンパンできるはずさ。まあ確率 10% って言っても、いつかは出るもんね。楽しそうだしそこまでは手伝うよ。本当にありがとね。いやーやっぱ持つべきはか。でもここまで雑用係をやらせてるんだから、もし倒せなかったら、わかるよな。はい、その時は見るなり焼くなりを好きに。うん、やっぱり出ないな。ここまで下積みするのにもそこそこ時間かかるから、早めに出てほしいもんだな。試合行くぜ。大丈夫だ、今回はいける気がする。自分信じて、何をした貴様。よし、虫野郎も全滅したし怪力の弾薬を持つ。ごめんこれ飛躍だった。いやー間違えちゃ、あっちやわざとじゃないん。ちょっと待て。いやでもさっきのは乱数調整だから、今回絶対出すから。いいから悪しろよ。とっととシンドレア飛躍とやろう。態度が違いすぎるでしょ。だが、ここで出さぬは男じゃないね。固有のワンパン、しっかりその目に焼き付けておいてくれ。今痛恨会心発動したよね。あ、はい、間違いありませんでございます。つまり、ワンパンできなかったと、ならもうわかってるよな、霊夢、行くぞ。いや、本当にしっかり考えたん。いやマジで待って、話聞い、次はランダムですから。あの後いろいろ考えてみたんだけど、やはりこれ以上火力スキルを盛るのは難しそうだよ。ってなるとそれ以外でどうにかするしかないのか。猫飯の短期催眠術とかどう？ああ、奴は火事場飯を食べなきゃいけないので難しいかな。体力もタルジー6個分くらい余ってたので、飯以外でかなり強力なバフが必要になるかも。そして、それぐらい強力でたと重複可能なバフは、狩猟笛の旋律以外にはない。だからもう一度だけ慈悲をいただけないでしょうか。旋律の攻撃アップ台を先ほどの装備に合わせれば、今までとはレベルの違う攻撃力になる、約束するよ。必ず奴の首を持ってくると、いいぜ、無理でした、諦めます、なんて、甘えたことをほざいてたらまたグランドクロスってたよ。でも勘違いするな、痛恨会心が一生でない可能性だってあるんだ。だから貴様の運が今回の最大のバフと言っても過言じゃない。任せたぞ。ああ、じゃあ偉人に、参りましょう。2回、完了しました。計画の進行は順調です。奴には気づかれてないな。問題ありません。偵察班によると、目標はエリア1で佇んでいるらしく、エリア1では北風の下流度が発動できない模様。エリア移動までの待機が現実的かと思われます。なるほど、賢い選択だな。だが君たち、必要にエリア移動させようとするのは、やめないか、猫火事場中なんだから。隊長、世の中には台風の目のような、危険と思われる場所が一番安全なケースが多々あるのです。わかったらさっさと言ってください、隊長。何、新手のいじめ？そんなに言うんだったら貴様が行けよ。さて、ここからは解説です。もしかしたらここまで見てくれた方の中には、いや倒せるんじゃないか？一体何に不安があるんだろう？と思った方もいらっしゃるのでは？確かにこの装備、肉質の柔らかいモンスターに使うなら、ここまで不安はなかったんですけど、愚者は頭の肉質が50なので、1回目で倒せなかったことも考えれば、正直厳しいんじゃないか？という気持ちになります。でも、そんなにやってみなきゃわかんないだろ。
その通りだよね。よし、やってやる。あっさし。そんな、失敗、撃退止まりなんて、悔しすぎるだろ。なんでだ？あれだけ工夫しても、やっぱ固有に通用しないっていうのか。ん？ちょい待ち、撃退っておかしくないか。まだそんな時間経ってない。嘘だろ？撃退成功のテロップが出てるのに、討伐してるよ。まさか、まさかこれ？もしかしてこれ相当珍しいことなんじゃないの？ちょ、興奮してもう何がなんだか、マリサ氏説明お願い。いやいやこんなん知らないって、見たこともないよ。ネットにもこんな情報載ってないみたい。何か理由があるのかな？一撃。っていうのがおそらく関係しているとは思うけど、それ以上のことは全く想像がつかないな。もし何かわかる方がいましたら、コメントなどで教えていただけるとありがたいです。すんごい気になるもんね。もうこれはあれだな、また別の固有で試すしかないな。おうよ、というわけで今回はクシャワンパン回でした。次回はムーンブレイクかまたワンパン動画を企画したいなと考えております。お暇があったら見ていただけると僕の真の像が停止します。よかったら見てね。ではでは。